このムラムラが止まらない、そんな時どうすべきか。こんにちは、9割から勉強補助者の松原です。これはですね、男性に向けた話になるかと思います。で、受験勉強してると急にこうムラムラする、これはよくあることだと思います。特に10代の若い君たち、20代の若い君たちであれば、これは本当によく起きる。僕ですら起きるんだから。で、そのムラムラをじゃあどう処理するのか、その場ですぐね、しこってね、出していいのかと。それは僕は NG だと思ってます。で、なんで NG かっていうと、もう単純に疲れる、エネルギーが放出されるから集中力が散漫になる。もうそれに僕は尽きると思いますね。で、もちろんそれがなされた後はスッキリしてね、いいんだっていう人もいるかもしれないけど、スッキリはするけどだるくなりますよ。で、そんなだるい状態で集中力続くかと。続かないと。じゃあどうしたらいいのかと、今日はね、そういう話をしていこうと思ってます。で、簡単にこう性欲が高まるというのは、まあ、男性ホルモンが豊富であるということの、まあ、証なんですが、その男性ホルモンをこう抑制する方法というのがあるんですね。で、こうした方法というのは、まあ、一般的には、ね、正しいと言われていますが、僕は今後これをちゃんと検証していこうと思っています。で、じゃあ一応今日ですね、僕が話したのは何かというと、一般的にはこういう手法がいいよということと、僕なりの個人的な経験でこれが有効だったというものがいくつかありますから、これを今日紹介しようかなと思っています。では始めていきましょう。まずですね、一つ、食事を改善するといいと。これは本当にね、いろんな人が言ってますね。僕はね、まあ、見ての通り肉類が好きなんですが、肉を食べると、食べ過ぎるとやっぱりね、性欲って高まってしまうので、まあ、豆類とか穀物とかね、そういうものを意識して摂ると、それは女性ホルモンを、まあ、活動化させるのかな、確か。だから、まあ、男性の中にもね、女性ホルモンってありますからね。で、それを活動化させることによって男性の、まあ、男性ホルモンをこう抑制していく。これは結構有効だと思います。うん、ただね、まあ、肉食っちゃいますよね。だからこれあんまりね、君たちの年代には良くない方法。次。運動する。これは結構有効だと思います。まあ、運動するといっても僕この巨体ですからね、なかなかこう激しい運動できないんですが、まあ、軽くジョギングするとか、ウォーキングをするとか、あるいはもう本当にね、もうこれはもう本当にたまらんっていう時は僕は腕立て伏せするんですよ。でもこの腕立て伏せってこう短期間に相当エネルギー消耗しますけども、でも一瞬でやればすぐまた、ね、体力も戻ってきますから、一瞬グワーッとやったら、あ、不思議、ムラムラが抑えられた。これ僕は実体験でもよくあります。まあ、でも、まあ、そういうちょっと激しいのは厳しいという人であれば、まあ、ウォーキング、ジョギングをする、これは非常に有効だと思います。はい。次ね、夢中になるものを探すと。まあ、これ趣味とかですね。当時の僕は、まあ、ラジコンがすごい好きだったんで、ラジコンをいじったりエアガンを改造したりするのがすごい好きだったから、ムラムラしたらちょっとそういうラジコンとか銃を触って、そっちに意識を集中させて、ムラムラが減ったなと思ったらまた勉強に戻るっていうふうにやってました。で、あなたもぜひね、こう気軽にできる趣味は何なのか考えてほしいと思います。まあ、趣味はね、何でもいいと思いますね。遊戯カードでも分かんないですけど、まあ、ポケモン GO でもいい、まあ、分かんないですけど、はい。あとはね、サプリメントを使うっていう方法もありまして、まあ、サプリメントっていうのはあんまりこうね、ずっと使い続けるとあんまり体に良くないかもしれないけども、まあ、どうしてもその抑えなきゃいけないときはそういうサプリに使うのも一般的にはいいというふうに言われています。で、最後、これはですね、もう抜くということですね。もうこれは究極の方法ですし、この抜くタイミングを間違えたら勉強の効率にも支障があるので、まあ、抜くとしたらば1日の最後がいいと思います。で、まあ、僕の動画で、まあ、オナ禁は有効だというふうに言ってますし、それは実際そうなんですが、でも1日1回ぐらいまでであればまだね、許容範囲内です。ただいつ抜くか、今じゃないでしょうってことですね。夜寝るときというのはもう自分が1日活動してやるべきことをやって、そして残ったエネルギーを使って抜く。これは非常にいいです。しかも安眠効果もありますね。抜いた後って男はみんな眠くなります、ね。そのまま眠ってしまえばいいでしょう。はい。で、その時に一つ注意してほしいのは、まあ、今スマホでね、みんな動画を見ながらこう抜くのが一般的だと思うんですが、ブルーライトが非常にこう脳を覚醒して、ね、寝つきを悪くする。それは結果的に翌日の勉強の集中力を悪化させるので、ブルーライトはカットしてね、ぜひ見てください。カットできないスマホをお持ちの方は、まあ、その安いね、1000円ぐらいのこう
なんていうかな、サングラスみたいなやつあるから、それを使ってもらうと非常にいいかなと思います。はい、でここまでは実は一般的な性欲を抑える手法としてよく話されることですね。で僕がまあ個人的に良かったなと思うことをいくつか話そうと思ってます。はい、でまずね、もう性欲がムラムラしてたまらないと、でその時はとにかくね勉強しましょうと、ね、で勉強してもうかなり疲れてきた、それでもムラムラが止まらない、まあ、要は僕の勉強法って90分勉強して30分休憩する、そして90分勉強するという手法をね僕は提言してますよね。なんとかね90分勉強頑張って、そして30分の、まあ、休憩、これ仮眠を取りましょうって話をしてますけども、僕はこの仮眠の時に相当エロい妄想をガンガンやります。頭の中でもちろん目をつぶって寝てるんですよ。ですごいねエロい妄想をしてもうしまくるんです。もう自分の心の制限を解き放ってね、もう最高の想像する。そうするとあら不思議、結構気持ち収まってるっていうことが多いですね。はい、これは結構有効です。でこれでもどうしてもねもうダメな場合はもう行く直前までやるっていうこともやってました。もうどうしてもムラムラしてると、もうたまらんと、でもねその動画とかまあそういうの見ながら自分でやったりで行く直前で止めるんですね。クソって、でこれその時にこう考えてください。今ここで出したら俺は志望校に受からない、それでもお前は出すのかと、出さないって。でその時一瞬すごいねあのきついかもしれないけども、でもこれも僕の中で非常に有効でしたね。もう一応そのある程度行動を解放してるじゃないですか、もうそういう行動をしてるわけですよ、行為をね。で最後行くとこだけやんなくて終わる、これで収まるかつくのか、結構収まるんですね、3分ぐらいすれば、うん、で、まあ、僕がやるのはその後ね、まあ、激しい腕立て伏せをすると一気にカーッと冷えていきます、不思議と。でエネルギーはまだ十分ね体内に残ったままです。こういうね手法が、まあ、僕は個人的には非常に有効で、まあ、未だにやってます。はい、だから今日の動画をね参考にしながら、日々のその性欲との戦い、そう受験っていうのは性欲との戦いですね、この戦いにぜひ打ち勝ってほしい、そして本当の成功を手に入れてほしいと思います。成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟友達からお前なんか大学なんか行けるはずがないって言われて片身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら、今ね偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているわけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスを個別にしてあげることができます。でさらに今後今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方登録して一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。